41番。がっくりです。がっくりだよ。がっくり。絶対受かると思ってたのに、がっくりだよ。また次頑張ればいいじゃない。企画書、全然ダメでした。がっくりです。そうなんですか？洗濯物全部雨に濡れちゃってたよ。がっくり。今日いきなり降り出したもんね。せっかくケーキ買ったのに落としちゃって。それはがっくりだったね。42番。かっこ悪いな。かっこ悪かったな。このコートデザインが古くてちょっとかっこ悪いな。そうでもないよ。いろいろ言い間違えてかっこ悪かったな。緊張してたから。そう？上手だったよ。遅れていくのちょっとかっこ悪いけど、しょうがないか。そうだね。いつもはもっとうまく弾けるんだけど、騒がしくて気が散っちゃったよ。言い訳するのかっこ悪いよ。43番。勝手にやれば？勝手にしたら？勝手にすればいいけど。納得できないなら勝手にやれば？じゃあそうするよ。やりたい人が勝手にやればいいと思います。そういうわけにもいかないよ。私がしたいんだから反対しないでよ。わかった。じゃあもう勝手にしたら？勝手にすればいいけど、人に迷惑かけたらダメだよ。わかってます。44番。勝手を言ってすみません。勝手を言って申し訳ありません。じゃあ、しばらく練習に来れないんですね。はい、勝手を言ってすみません。勝手を言ってすみませんが、来週の月曜、休みをいただいてもいいですか？わかった。いいよ。そうか、ダメか。いい話だと思うんだけどね。はい、勝手を言って申し訳ありません。金曜は5時に駅前で大丈夫？それなんですが、6時にしてもらえませんか？勝手を言って申し訳ないんですが。45番。変わらないです。お変わりないですか？
久しぶりに来たけど、昔と全然変わらない。へえ、そうなんだ。膝の調子はどうですか？あまり変わらないです。どうもご無沙汰しています。お変わりないですか？はい、おかげさまで。これはどう？あっちの安いのとあまり変わらないんじゃない？